ガルニエ宮にある和紙快楽の園。右側のパネルにある鳥の頭をした怪物で地獄の王子と呼ばれている。頭部を若干右よりから、拙者アニマリエは主に19世紀に動物をリアルに描写する技術を持った人物として特徴付けられたり、有名になった芸術家の一群を指す。動物画は19世紀以前の画家でも一般化されていた。 当時から動物を題材にした作品は、あらゆる芸術のジャンルや形式で見られたが、より頻繁に見られるのは彫刻と絵画の分野によってで、ある。集合名詞として使われるアニマリエ及びアニマリエブロンズという用語は、19世紀のフランス及びその他の地域で、小規模の動物の彫刻が、数多く制作され、しばしば大量生産された骨董品を指すものとして使われた。 多くの19世紀以前の作品が見つかっているにも、かかわらず、アニマリエの彫刻がより有名に勝つ名声を高めたのは、19世紀初頭にパリで活躍したアントワール・イバリーの作品に対して、1831年に批判として嘲笑的にアニマリエと呼ばれるようになってからである。19世紀半ば過ぎになると、動物芸術への興味は、 中流階級のすべての分野に広まっていった。フランス語では、パルクアニマリエというと動物園のことを意味する。画家、彫刻家、ありがとうございます。